これはちょっと今日すごいわ。よいしょ、いきます。あ、楽しかったな。霧はすごかったけど、なかなかね、うん、まあ悪くはない。みんなだからここで一休みしてんのは霧がすごいから、まあ、ちょっともう長めが危ないからさすがにと思って、あの霧の濃さは。うん、ちょっと今日は長尾登り行かずに、ちょっとごめん、足が怖い、あれはもうね。でもまださっきみたいに鹿が飛び立ってきそうで怖いし、ここは特にあれなんで湖に近いから余計でしょうね。ワン、ツー、スリー、ゴーと思った。ちょっと待ってね、あとは気をつけよう。ここね、スピード乗るからね、危ないんだよこれ。あ、中山行ったら行こうかな。あげだね。まあいいや。まあいいや。奥見すぎた。あいつが行ってからか。うん。これ行ったけど、いや、行こうか。結構煽ってるね、赤いの。今更だけど。いや、それかスピード出ちゃってるのかもしれない。あなたと同じような現象で、あの車。快適だったな。そうそうそう。あ、実際綺麗だね。ね。あ、でもこう休み休みなんか行ってるからなんか生き返るわ、その度に。うん。今日3回も寝てるわ。大事。うん。富士吉田。いいね、アウトレットは。ああ、あのなんとかなんとかってとこ。いいね。なんだっけ、お辞儀そうじゃなくてなんだっけ。ありがた山でしょう。あ、そうそう。いや、今日多分ありがたくもないよ。そう言ったら多分全部ありがたくねえんだよ。だってこんな、これだぜ。これだからまた楽しいんだろう。あと強いけど。いや、ありがた。いいよ。いいよ、いいよ。これでいいよ。心の目で今日は富士山見なきゃいけん。そうそうそう。だって、そこの県にあるところに、静岡に出てさえ来ない。かっこいい。これだからね、今日。え、どういうこと？え？富士山がある県に行ってこれだから。いや、だってそもそもだって山の中がいいんだもん、それはこんなんでしょう。普通じゃないの。いや、キリキリの日で。そのまま帰ります。近いんだよな、静岡の20キロってな。トンネルがあんな状態になると思ってなかったからびっくりしちゃった。みんな右行くんだね。バイバーイ。右って何？アウトレット。あ、左か、悪い。右と左間違えた。わかんない。あ、御殿場だからやっぱアウトレットだよね。あ、絶対いい。人すげえだろ。どうだろうね。いや、すごいと思うよ。つかない。でもアウトレットはもうしばらく休めるから行きたいなら行ける。意外とやっぱなんか最初はなんかさ、リニューアルされてちょっとブツブツ伝えていってたけど、なんか行き慣れてきたらなんかやっぱ良かったなってなっちゃうんだから。まあね、順応性が高いな、うちらは。うん。事故渋滞足柄、ああ、こっから混むんじゃねえのか。私は結構富士山のところの山小屋、うん、もうどの日もほとんどもう満室で埋まっちゃってるらしいんだよ。じゃあダメじゃん、直接の日は。いや、だからや山梨とか静岡の警察とかそういうなんか呼びかけてるんですよ。弾丸登山をやめてくれって。何弾丸登山？だからもう突破してきちゃうみたいな、泊まる場所もなくて。はいはいはい。確かにね、日帰りで来る人結構いるけどさ、ツイッターとか見てると。
まあね、人が自力で戻れるような人だったらまだいいやって思われるんだろうけど、でも内心それ言うのも嫌なんだろうなと思ってる。うん、多分迷惑行為なんだろうな、一生山開きしない時って。御殿橋、そう、やっぱ弾丸登山のリスクとしてはやっぱりいくら山慣れて登山やっててもさ、日本最高峰じゃん、結局高山病がやっぱなりやすい、なった時の泊まる場所がないと休めないじゃんとかさ、はいはい、で富士山って結構雨風こんな状態になりやすい場所じゃん、正直。まあね、それでなんか薄着来る人とかもいるっていうしね。あ、そうか。まあ日本人も危ないけど海外の観光客もやばそうだな、今年より。そう、誰か書いてあった。ボルクスワーゲンってあんじゃん、うん、誰かがボルクスワーゲンって書いてあった。なんでそんな面白い恋を思い出すの。弾丸登山ね、怖いね。富士山はやる人多いけどね、うん、結構見るけど、夜登って朝降りるとかね、俺絶対やりたくねえと思った。言ったらうちのお父さんも日帰りしてっからな。いや若い時だったらいいよ、まあ、時代も違うしな。うん、やめた方がいいよ。で、何が書いてそういう登山靴が発展してない時代だからすげえよ。そうそう、本当にガチ体力お化けだよ、ただの。うん、しかも道もそれなりに舗装されてるのはフェラーリじゃん。ね、かっこいい。やっぱフェラーリ赤がいいね。うん、でもこの霧の中走ってボコってやったら泣いちゃいそう。ボコ、ちょっとやっそのなんでボコはねえだろう。霧すごいんだな、こういうとこも。でも山と湖に囲まれてるからでしょ、うん、箱根と同じ現象じゃないの、ここも。うーんって感じするけど、うーん、うわぁ今日ダメだ。どこ行ってもつまんねえ。こんなに霧すごいと思うの、さすがに。そう、うん、多分こんなもんかって思ってた。思ったより霧濃いなと思ったけど、霧は出てるだろうとは思ってた。シーズンじゃない時の富士山登山してる人ってあんまり褒められたもんじゃないなと思っちゃう時ある。冬とかでしょ、うん、まあね、この時だったら多少雪がもうねゼロじゃないけどさ、ピークの時は減ってくけど、うん、思想誰かが、まあ、知らない人だけど富士山登って、うん、まあ、山小屋はもちろん空いてないから、うん、でテント張れないから寝袋だけ持って寝袋で一夜過ごして寒かったみたいなツイートしてる人いたけど、バカなのかなって思ってた、うん、なんかそれも褒められた行動じゃないしなって正直、まあ、やってることはサバイバーですげえとは思うけど、でも良くないなと思って、うん、特に富士山みたいな場所って何かあった時にまず救助隊が来るのも大変な場所じゃん。試合って